韓国の5人組ガールズグループ、ニュージーンズ、ニュージーンズが26から27日の2日間、ファンミーティングを兼ねた東京ドーム2デイズ公演、ニュージーンズバニーズキャンプ2024東京ドームを開催した。初単独来日公演にして、初の東京ドーム公演。22年7月のデビューから海外アーティスト史上最速となる1年11ヶ月で、同所での単独公演を達成した。 2日間で9万1200人を動員し、バニーズ、バニーズファンの故障、AI を伝えた。バニーズの呼ぶ声がする。黄色い大歓声に導かれ、5人は聖地、東京 D へ降臨した。カラフルなユニフォームに身を包み、一曲目に、アテンションを選択。初単独来日公演の高揚感とバニーズで埋め尽くされた、絶景が重なり、5人のフレッシュな笑みが弾けた。 21日に日本デビューを果たし、わずか5日で成し遂げた東京 D。民事20は、こんなに早く来られるとは。バニーズのおかげですと感謝し、ハンニ19は、ずっと来たかったけど、ようやく来ることができました。これからは頻繁に会いましょうね。スキーと日本語でキュートに告白した。4月に足の甲の微細骨折で休養していたヘイン16は、 東京ドーム公演から復帰。同グループは21日に日本デビューした際に音楽番組へ出演していたが、ヒェインは出演を控えていた。足の具合が不安視されていたが、同公演に一部パフォーマンスを除いて参加。軽やかにステップを踏んでダンスに興じた。これまでに発表したアルバム3枚の収録曲と新曲に加え、各メンバーの魅力が際立つソロステージを展開した。ハン 松田聖子の青いサンゴショーをカバー。ボブヘアにフレアスカートという聖子ちゃんルックで美声を響かせて大丈夫だった。と確認、会場が大歓声で答え、照れくさそうにはにかんだ。2時間20分に及ぶ公演は、ビット ETA、ハイプボーイなどのヒットソングを畳みかけ、ゲスト出演した音楽ユニット、YOASOBI とライトナウビリビリといった互いの楽曲をコラボ賞した。 全24曲のステージを繰り広げ、トロッコや練り歩きを駆使して、より近くにバニーズを感じた5人。またねーと再会を願い、ヘインは愛しているようと愛を伝えていた。ニュージーンズ、ニュージーンズ、2022年7月22日にデビューし、22年は受賞式で新人賞8冠を含む計13のトロフィーを獲得した。デット、OMG とヒットを連発し、 K-POP 第4世代を経引している。世界2大ポップチャートのコメビルボード、ホット 100& イギリスオフィシャルシングルチャートトップ100にデビュー半年でランクイン。23年は日本レコード大賞で優秀作品賞特別賞をダブル受賞し、NHK 紅白歌合戦に初出場。今年6月21日に日本デビューを果たした。